ここは静かですね。敵です。私の番ですね。私に任せてください。やっ、アリア様を狙う者は誰だ。砕けろ、塵となれ。我らの盾が城壁となり、逃げ場はない。塵となれ。これが神の試練なのでしょうか。俺の番ですね。トーリア、捕らえたぞ。食らえ。よっしゃ。敵を倒せば倒すほど知識も増えていきます。宝箱が見えますね。アリア様、何かが怪しいです。周辺を調査いたします。 お客様でしたか。いいものが揃っています。どうぞ見ていってください。ありがとうございました。宝です。またお越しください。なんだか怪しいですね。治療の恩赦を、彼らに祝福を。敵です。私の番ですね。私の番ですね。我らの盾が砕けろ。アリア様を狙う者は誰だ。砕けろ。呂雀な私をご加護ください。罪の報いを受けるがいい。彼らを俺に任せてください。トーリア、よっしゃ。この時を待っていました。はっ、私に任せてください。はっ、我らの砕けろ。塵となれ。さすがです、アリア様。宝箱が見えますね。
宝です。ひょっとして今蛇を見ませんでしたか？敵です。私の番ですね。私に任せてください。アリア様を狙う者は誰だ？砕けろ。我らの盾が城壁となり、必ず王国を守る。逃げ場はない。塵となる。私では力不足です。罪の報いを受けるがいい。俺の番ですね。くらえ！捕らえたぞ！この時を待っていました。それ私に任せてください。やっ！アリアス砕けろ。打尺が高みの怒りに触れた罰です。彼らの罪をお許しください。勝利の恵み感謝いたします。これは何でしょうか？確認してみましょう。なんだか怪しいですね。これは何でしょうか？確認してみましょう。敵の襲撃です。私の番ですね。私に任せてください。やっ！我らの盾が上…逃げ場はない。俺の番ですね。トーリア！教団万歳。捕らえたぞ。教団の邪魔をするな。我らの盾が城壁となり、必ず王国を守る。砕けろ。私、神の怒りに触れた罰です。この時、それ教団万歳。死は単なるエントロピーに過ぎません。またしても勝利ですね。特に何もなさそうです。
特に何もなさそうです。アリア様、何かが怪しいです。周辺を調査いたします。試練は人を強くする。なんだか怪しいですね。なんだか怪しいですね。来た道を戻ることも大切です。時には引き返すことも必要です。お待ちください。虫を踏んでしまいました。なんだか怪しいですね。なんだか怪しいですね。おっと、お客様でしたか。いいものが揃っています。ありがとうございました。ここには特に何もないですね。今のところ大きな問題はないですね。何かありそうですね。アリア様、何かが怪しいです。悪の群れが現れました。周辺を調査いたします。私の番ですね。私に任せてください。やっ、我らの盾が城壁となり、必ず王国を守る。私の番ですね。それ。私に任せてください。アリア様を狙う者は誰だ。逃げ場はない。蛇足は私を神の怒りに触れた罰です。彼らは俺に任せてください。ジョーリア、この時を待っていました。はっ、私に任せてください。はっ、敵を倒しました。アリア様を狙う者は誰だ。逃げ場はない。これが神の試練なのでしょうか。罪の報いを受けるがいい。彼らの罪をお許しください。勝利の恵み、感謝いたします。アリア様、疲れてはいませんか。時には引き返すことも必要です。少し休憩してもよさそうですね。
なんだか怪しいですね。すべて明らかにしましょう。敵の襲撃です。私の番ですね。私の番ですね。剣と一緒に踊りましょう。俺の番ですね。くらえ！よっしゃ！さすがです、アリア様。この小さな鳥も神の恩恵を受けているのです。静かですね。何かありそうですね。この小さな鳥も神この小さな鳥も神の恩恵を受けているのです。なんだか怪しいですね。時には引き返すことも必要です。ここには特に何もないですね。やっと一息つけますね。すべて明らかにしましょう。なんだか怪しいですね。アリア様、何かが怪しいです。敵です。私の番ですね。俺に任せてください。くらえ！よっしゃ！私の番ですね。敵を制圧しました。よっしゃ！アリア様を狙う者は砕けろ。塵となれ。敵を倒せば倒すほど知識も増えていきます。宝箱が見えますね。時には引き返すことも必要です。一度通った場所でも油断はなりません。ここは戻るのが良さそうですね。来た道を戻ることも大切です。時には引き返すことも必要です。宝です。なんだか怪しいですね。くそ。ふん。おい、なんこれは。この時を待っていました。私に任せてください。俺の番ですね。トーリア、捕らえたぞ。
アリア様を狙う者は誰だ。砕けろ。惰弱な私をご加護ください。神の怒りに触れた罰です。私の番ですね。それ。私の番ですね。やっ！敵を倒しました。俺の番ですね。くらえ！よっしゃ！我らの盾が城壁となり、必ず王国を守る。砕けろ。私では力不足です。神の怒りに触れた罰です。私の番ですね。俺に任せてください。トーリア、私の番ですね。敵を倒しました。俺に任せてください。トーリア、捕らえたぞ。さすがです、アリア様。そ、ふーん。なん、ふん。おい。急ぎましょう。うん。皆さん、